さんこんにちは。勅使河原由美の妹、勅使河原ふみです。今日は VTuber のみんながどうやって動画を作っているのかなって自分でも試してみています。後ろに映っているのは私の大好きな台北の景色。こういう映像にアバターを重ねることも簡単にできちゃうんです。今使っているのはワンダーシェアというメーカーのデモクリエイターっていうソフトです。まだソフトをインストールしてたった10分ぐらいしか経っていないのに、もうこうやって動画が撮影できちゃうんです。しかも使っている機材はソフトの入っているパソコン1台とあと普通のウェブカメラ1台だけ。もう本当これすごいと思いませんか？めちゃめちゃ簡単なんです。両手を上げればちゃんと両手を上げます。手を振ればちゃんと手を振ります。こういう動きが大きい時は少しゆっくりめに大きめに動かすのがポイントみたいです。首だって動きます。あと私たまに瞬きしてると思うんですけど、この瞬きもちゃんと人の動きに連動してるんです。そして今私のこの声もボイスチェンジャー機能を使ってちょっと女の子みたいな声にしています。それでは次にパワーポイントのプレゼンテーションでどういう風になるのかやってみようと思います。じゃあここからは友達の山野井くんにバトンタッチします。山野井くんよろしく。お、ふみちゃん任せといて。こんにちは、山野井隼人です。ここからはパワーポイントのプレゼンテーションがどういう風になるのかやってみようと思います。ではパワーポイントに切り替えます。普通にこうやって資料を作って、ではスライドショーに切り替えます。今画面にはアルファベットの A が映っています。これはアルファベット26文字の1文字目。皆さん知っていますか？そして次はアルファベットの Z。これは26文字の一番最後の文字になります。このようにパワーポイントの資料さえ作っちゃえば、僕やふみちゃんが登場するのも簡単にできそうです。VTuber 動画ってちょっとハードル高いかなって思ってたんだけど、全然そんなことなさそうでした。じゃあふみちゃん、バトンを開始します。はやとくん、ありがとう。さあ皆さん、どうでしたか？思ったよりも簡単に VTuber の動画が作れることがわかりました。ぜひ皆さんも使ってみてください。それでは、さようなら。